再会できて何より。申したでしょう、この身滅びようと最後まで。よく来たの。半兵衛と二人でずっと待っておった。書に寝食を忘れた末に、私は死と出会った。死より授かりしは、未来を見通す力。されど見えしは己が死の定め。死に抗い伊織で待ち続けたは、かの者を倒す未来を秀吉に託すため。その青き瞳に宿るは、定められし未来さえ変えんとする力。待っていたのは我々だけではありません。私からもお伝えしたいことはありますが、奥であなたを待っているお方がいらっしゃいます。積もる話がありましょう。私からもお伝えしたいこと。また会える日が来るとは。すっかり大きくなりましたね。地上はこれまで、今は喜んでばかりはいられません。あなたが倒れた後、藤吉郎は国中の霊石を奪い、その力をもって日の本を手中に収めてしまいました。あの者を止めるための手がかりは今日の平等院に。向かってくれますか。決心はつきましたか。かつての友の表現、さぞ驚いたことでしょう。大竹丸、藤吉郎についたあやかしの名です。破壊と暴虐を尽くし、人々を恐怖に陥れた古のあやかし。しかし、いずこかより現れた若者のあやかしを滅ぼす刀で首を落とされ、大竹丸は今日の平等院へと封印されました。ところが大竹丸の思念は赤き目の男へと姿を変え、人々に取り付き、うつしおで戦乱を引き起こしているのです。この世を新たまで満たし、いつしか己神をよみがえらせんがため。不死の力とあやかしを滅する力、刀は祖早丸と名付けられ、人々へ受け継がれていきました。しかし今やあやかしを滅する力は失われてしまいました。そう、私が死の間際あなたに託した小刀、それこそが砕かれた祖早丸なのです。かつて大竹丸が封印されていた平等院、そこには
祖早丸の秘密も共に眠っていると聞きます。その力を取り戻す手がかりをつかめるでしょう。半兵衛も話があるようです。助けになってくれるでしょう。決心はつきましたか。ありがとう。あの者を止めることこそあなたの定め。どうか気をつけて。重き定めを許してください。